けましておめでとうございます。今年もこの TSYR225 と、この N ゲージ物語、FNR 福井南陽鉄道の N ゲージたち、おどうぞ、よろしくお願いします。でかえ、さっきから思ってたけど、ここどこ？カピバラさん、ここってあれ、期待忘れてた、かな。ここは南宮駅、FNR の本線から離れたところに位置するところ。駅？ここが駅なの？そう、まあ今は仮で、車庫だけ作ってる状態。今後この駅経由で延伸化される形かな。なるほど。ところで、隣に2編成ほど見慣れない車両がいるけど、誰かな？あれ？もしかして、2600系上の番外先輩？13000系、上の番外くん？お久しぶり、2600系先輩。改めまして、私は13000系上の番外、13003S です。よろしくお願いします。どうも、はじめまして。私は、521系三次車、元兵21編成の IR5 編成です。よろしくお願いします。そういえばこの路線、カーブ多いって聞いたことありますが、本当にカーブ多いですよね。そう、かな、よろしく。そうか、君この中で唯一、元 JR の経歴がある子だから、そういうのも納得か。まあ、言うてそんなに走ってないですがね。けど元々 JR の路線だったんで、実質 JR と同じところ走ってるって言っても過言ではありませんね。あ、言ってたわ。先輩、来ましたね。先輩？ JR の時の先輩です。いや、J13編成先輩、自己紹介よろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして。私は521系三次車、J13編成です。よろしくお願いします。この先輩は JR 所属でしたが、私は JR とそういやなか経歴があるものの、結局は運用なくそのまま IR に譲り渡されて IR5 編成になりました。なんかもったいない気がする。まあでも521系界隈は、IR5 編成と同じ経歴を持つ IR4 編成も含め、いろいろな編成がありますね。というか13000系上の番台、13003S さん、その番数です。どうしたんですか？言われると思ってました。実はこれ2600系上の番台、先輩からのもらいものなんですよね。マジか、新型車両で、しばらく交差感覚なすっていうのも変わってるな。計算は割と物を無駄遣いしないと言わんばかりに、旧型の物を長く走らせたり流用させたりするんだよね。ただでも、最近出てきた30番台は、シングルアームなんだけどね。そういや、新しく、路線新設と増発があるっていう話があるけど、どんな感じなんだろう。じゃ、解説しますかな。まず本線内の宮から南陽上野間の朝、ラッシュ時間帯の列車が少ないことと、バスでは対応しきれない桧原地区の鉄道新設が課題となりました。路面電車構想は費用の関係上、まだ難しい段階であります。そのため、南陽柏崎都心上野を結ぶ新路線、上野線を新しく作ることにしました。また、上野口から南陽かばらを通り、ほっくりまで至るかばら線を新設します。駅はこんな感じ。運用は、上野線の各駅に止まる運用、かっこ各駅停車と入っていない、が13000系0番台、2600系0番台、93000系都市、急行停車駅そのまま、上野線内各駅に停車する、準急、とすることにしました。それに加えて朝夕ラッシュ増発に、通勤準急を設定します。通勤準急は上野線各駅に止まり、南陽柏崎、新柏崎、静石、宮に止まります。そして早朝に、急行を設定します。急行は上野下始発で、桧原、陸奥は、南陽柏崎、新柏崎、宮に止まります。続いて
原線、香原線は車両は521系3次車の IR5 編成と J13 編成での運用だけでは本数が足りないので LRT 車である J100型T102編成、 J1000型T1001編成、 F1000型F1002編成、 F1004編成も香原線の運用に入れることとします。今のところはこの路線は上野口から南陽河原間の1時間あたりの本数は 2.5本、南陽河原から北九里は一気に本数が減り2時間に1本です。なるほど。ちなみに河原線は今後利用状況に応じて本数を変えていくつもりです。話すことなくなったが、とりあえず動画閉めますか。それでは、ご視聴ありがとうございました。